さん、愛香さん、昨日あ、今日お二人、お名前教えてください。セレレスのミキです。セレレスの滑りをサクです。はい、それではお願いします。どうぞ。オレンジバイキングスの PR タイムで、先ほどあの担当者の方にお名前はって聞いたら、サクとミキですって言われて担当者のお名前知りたかったんですけどお名前の方は、あ、愛媛オレンジバイキングス工業運営担当します森と申します。森さん、お願いいたします。僕も、この JCI 松山交流拡大委員会に、参加しておりまして、この形で、スポーツと、松山を一緒に盛り上げたいなと思っております。森さんもバスケ？そうですね、僕もバスケを今も含めて大体16年ほどやらせてもらってて。ちなみにどちらの高校で？高校はちょっと高知県の方に行ってまして。高知の方で、そうですか。大学だけちょっとまた松山に戻ってきて、そうですか。やってたんですけども、今スラムダンクが人気でまた盛り上がってきてますもんね、バスケね。そうですね、スラムダンクの人気だったり、あとは今年、沖縄でワールドカップも開催されますので、そうかそうか、その人気もかなり高くなっていると思います。そうだそうだ。じゃあ PR の方お願いいたします。はい、我々愛媛オレンジバイキングスは、悲願の、プレーオフ進出、そして B2 優勝に向けて日々、試合に取り組んでおります。で、本日もですね、今奈良の地でアウェーのワンビシャス奈良さんと試合をしており、昨日は、20点差の快勝、ただいま今リアルタイムでも試合やっておりまして、今大体10点差ぐらいで勝ってるんじゃないかなという状況になってます。で、その中でですね、愛媛でやる試合はあと2回となっております。4月7、8に愛媛県武道館で、ホーム最終戦となる4月14、15は、松山市総合コミュニティセンターで試合を実施いたします。愛媛県武道館は先日の2月25日、4037名のお客様に、ご来場いただき、チームの新記録となりました。次の、愛媛県武道館の試合でもぜひこの4037名を超えるお客様にご来場いただいて、非日常感を体感していただけたらと思います。で、またホーム最終戦では、冠の熱豊田愛媛さんが、コミ戦の、2092名という、最大の来場者数を超えたいという思いがありますので、皆さんぜひ4月15、7、8、14、15、武道館と小見線にお越しください。ぜひ愛媛オレンジバイキングさん応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。やっぱり生で見たら迫力すごいすごいね。そうですね、一番近い席だとそこのもうリップとカラーコーンとお客さんとの距離ぐらいで、もう選手も飛び込んできたりという大迫力も感じられるんじゃないかなと思います。あとバスがオフサイドがないので、もう展開が早いからやっぱり見てて楽しいですよね。そうですね、見どころ もう目を離したらその見どころが見失ってしまうぐらい の面白い展開ばかりです。はい、わかりました。愛媛オレンジバイキングス、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。お三方、大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、続きましては愛媛 FC の PR タイム、
今日ね担当の方ちょっとお越しになってないので、VTR を動画をですねご覧いただければと思います。オーロラビジョンご覧ください。どうぞ。ちょっと待って、これ出そう。